黄昏の薪を背に抱き合えたあの頃が胸をかすめる軽はずみな言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ。窓に映る哀れな男が愛おしくもあるこの頃では、僕は僕のままでいずれに胸を抱えてどこまでも歩き続けていくよだろう。 Mr. Myself、 いつの日もこの胸に流れてるメロディー、軽やかに緩やかに心を伝うよ。血の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな、その時笑って。あ、いいな、イノセントワールド。近頃じゃ夕食の話題でさえ仕事に汚されていて、ざまざまな角度から物事を見ていたら自分を見失ってた。入り組んでいる関係の中でいつも調子に合わせるけど、あいつは君のままに過ぎたら暮らしの中で時の風に巻かされてもいいじゃない。お主は刺し物上だろ、空がその雨に打たれて愛に満ちた季節を思って歌うよ。死の知らぬ間に忘れてた笑顔を見せて、虹の彼方へ放つのさ、揺れる思いよ。変わりきてる街の片隅で、夢のかけらが生まれてくる。おう、今にも、そして僕はこのままで、かすかな光をお胸に、明日も続いていくものだよ。いいだろう、Mr. Myself、いつの日もこの胸に流れてるメロディー。切なくて優しくて心が痛いよ。死の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな、その時笑って虹の彼方へ放つのさ。イノセントワールド、果てしなく続くイノセントワールド。はい、こんばんは。どうもね、今夜はね、はい、石さんどうもね、今夜はね、あれ、イノセントワールドになりましたね。昨日はね、2016年、こう、ちょうど2016年、5月の日に昨日もね、休みなんかね、今日は用が済んだ後ね、またいつものあの沢原に行って、待機してきました。どうもね。で、昨日はね、待機、やったけどさ、言ったように、ちょっと、うちの職場のね、飲み会があったでね、そんなんで、ね、帰ってみたったから、まあ、で、今日はこんな感じで。で、分かった、商店街の人ね、今日は人は白いようがあってさ、なんかフォーラム、こう、荒川こう巻いておるフォーラム、ね、行ってきたんだね、もうすぐ全部だからね、そんなんだけどね、昼から、ね、夜が垂れてて、やっぱ、そういう家買えなくて、今回は、今日はさ、この間、おとといときだってさ、普通に話でかくてかった。バーゴの話にしてました。バーゴ。そうもね。あれ、今日は3月も終わなかったからさ、ね。え、そうも、夜の一杯。夜の一杯。今日は、神田さんのお前紹介。そういう感じ、アルコールバーゴ。
わからんよ。夜いっぱい寝てたんで。夜いっぱい寝てた。寝てな。夜いっぱい。夜いっぱい。おごるだんだ。あったかくなってきたね、ほんとね。そう、25、6度あったみたいだもんね。はい、じゃあ今日神崎行きましょう、久々。今夜神崎の神崎見ましょう。神崎でやつは、ね。どうもね。いいかな、うん、こんちは。どうも、吉田さんこんちは。ね、昨日はね、飲み会で遅くなっちゃったんで、疲れちゃったんで、その話もやりませんが、やんなかったけどね、気まずいってますよ。うん。今夜もね、早く、今日はちゃんとね、久しぶりから帰ってきて、そうやりますね。じゃあ、神崎の用意しようか。今日は配信ではね、いつものようにさりげなく、こんな風に配信してます。いいね。うん。生徒の時に言って、なんか配信なかったら死んだと思っていいからね。うん。うん。生きたら思い直せばいいんだけどね。うん。思っていいから。ありがとうね。今日これ参加になりますよ。よし、食べる、焼いて。参加できる大事。参加できるまで。参加できるまで。まあ、じゃあ、歌いましょうか。今夜はみんな先頭があるのだ。なんでかなかな、どっかすぐほら、みんな先生があるから。黄昏の街の背に抱き合えたあの頃が胸をかすめる軽はずみが言葉が時に人を傷つけた。そして君はいないよ窓に映る哀れな男が愛おしくもあるこの頃では、ああ僕は僕のままで腕に胸を抱えてどこまでも歩き続けて強いんだろう。ミスタマイセッツいつの日もこの胸に流れてるメロディー軽やかに緩やかに心を包むよ。日の当たる坂道を登るその前に、またどこかで会えるといいな、皆さん伝わるぞ。近頃じゃ夕食の話題でさえ仕事に汚されていて、様々な角度から物事を見ていたら自分を見失ってた。入り組んでいる関係の中でいつも遠い合わせるけど、あいつには君のままにしたら暮らしの中で、とっくには風に身を待ってるのも、いいじゃない。お召しは、さっきまのいるな、の生活の雨に吹かれて、愛に満ちた季節を、思って歌うよ。知らぬ間に忘れてた、笑顔など見せて、
日々の彼方へ放つのさ、裏の想いを変わり続ける街の片隅で、夢のかけらが生まれてくる。おお、今夢、そして僕はこのままで、かすかな光を見に、明日も進んでいくつもりで、いいだろう、ミスタマイセン。いつの日もこの胸に、流れてるメロディー。切なく優しく、心が痛いよ、白あたる坂道を進むその前に、またどこかで会えるといいな。この時と笑って、息の彼方へ放つのさ、イノセントワールド、果てしなく続くイノセントワールド。はい、これはね、ミスター・シルブルの、あ、そう、ハラミさんそうよ。ミスター・シルブルさん、ね、セントワールドで、どうも、ね、ミスター・シルブル。ハラミさん、ミスター・シルブルも、ね、ね、特番の新入、あ、新、あれ、新入生の誕生会の飲み会があったからさ、ちょっと遅かったと思った。どうも、舐めてくれ、ありがとうね。ありがとう。あ、今日もあったな、今夜あったんで、感じてもいいじゃないですか。じゃあ、今日のつまみ持ってこようか、今夜のおつまみ。あ、寒い感じになってきたね。じゃあ、いいかな。ありがとうね。今夜の感覚、ちょっと音の感覚になりましょう。ね、そうね。マグロの形が、ね、じゃあ、ちょっと多分、相当人が入ってんだろうな、これ。まあ、取ればいいんで。今夜はこれが。マグロの形、これ、これ、いただきます。見たね。ココスの友達にね、これ買ってきたんで、これ、これ、いただきます。お皿に焼けて、醤油かけて、持ってくれよ、お皿に。三枚席のお皿交換してきたんで、三枚席のお皿に交換するそうか。今回三枚だったね、今回。で、いつかまた、ここか、三枚席。三枚交換してきた。今年のお皿は三枚席。でかいかな？まあいいや。今年のお皿こんなやつ。平たいやつだね。こういう皿これ。まあ、聞きたいんですからね、これ、でかいがね、これも、じゃあ、いいよね、いい。ここ結構いいんだ、この製品。いいんだ、ここ。ここ結構いいんだね。いつもの売り場し、うん、あ、もう、じゃあマグロが今夜はね、あ、そしたらね、もう止めよう。ちょっと痛いでもいいよ、これ。止めちゃいましょう、感覚は。あと、これです。今夜ね、マグロが安いですね。これ以降が今夜。僕もどうやら食べに開けて醤油かけてくるんですね。しながらで。しながらで。いいです。中に乗っけて。で、最初にしたい。何が出たな？これで混ぜて、いただこうかな、今夜、これ。マグロね。ああ、いい香り。
おろしまじ飲みましょうかと。いいね。あ、いい感じ。醤油もちょうどいいな。うん。うわ、ないじゃん。うん。あ、いいね。そういうの。うん。うまっ。缶だけいこうか。ああ、いい。熱く感じる。夜は寒いからね、まだね。はい、乾杯。明日から、うちの職場、今も行ったけどね、外でさ、体どうですか、明日仕事なんだね。明日一日行って3連休。これって飛びしは楽でいいよね、なんてね、休みがあって、うちのね。まだそうだと僕は思うね、気持ちいいけど。連休よりいいよ。ね。連休は休みだけどうしてもなまっちゃったらいいことが必要なものだもんね。まあ連休もそうでしょ。うん。まあでも。土日の連休でもそうだし、みんな、ハッピーマンデーでさ、月曜日さ、休みで練習してんだったら、バカみたいにさ、なんで練習するんだろうね。ね。ただ練習になるとさ、休みやったら怪我とか事故の元の上にさ、祝日を移動しちゃったら、何だの祝日ってわけわかんなくなるもんな。ほんと、クソな法律だよな、ハッピーマンデーとかっていうのはあれね、あれ。バカみたいに、無理やり練習するってさ、祝日を移動させちゃってさ、何だの祝日か意味が全然ないやな、さ。どういうことだ。そらないけどね。うん、うまいじゃないか。うん。じゃあこれ一本やめてこうね。まあ一度ちょっとやったらね。じゃあこれ一本だと。三角ね。今月なんだよな、ね、練習休みやるからね。少なくとも3、4、5って3日休みなんだもんね。その前もこの間、小学生の休みだったから。その分、どう考えても勉強もないわけだ。その分が少ない。そういうことないよね。だって何でしょうな。でも44年、この間僕44になったんだよね。まあ俺、44だよね。それを見たことだよ。いや、しいな。何やかんやっても、ほっとけば、そして高めて。うわ、という、なれな、ほんと、ね。うん。あっという間。あ、うまいでない。さあ、マグロの叩きで。さあ、マグロの叩きで。うん。叩きで、もう、あっという間。うん。うん。多分明日も早いと思うんで、休みの狭間だからさ、あんまないと思うんで、ね、休み。ああ、早く寝なくて。休みに3年中前だから、休みに早いと思うんで。で、休みの3、4、5の、3、4は3日後来たとね、キャンプに行こうと思って。
and it's a very simple. プロリンといただきました。あっという間に、うまかった。もう早いもんだ。キャンプも入って、もう一年になるもんだ。去年の5月はあそこ行ったんだよね、あれ。ね、チカラソ。今年は埼玉県のさ、フランスさんの、チカラソ。七里南山町のチカラソさんに行ったんだよね、初めて。あのね、日に帰ってきて行ったんだよね。うん、今年はね、あれ、前回で群馬県に来て。群馬県。まあ、埼玉よりかな。高崎県の群馬県から、まだ来てる。でも、これまた行くかもしれない。うん、あ、電車と徒歩でアウトドアには理想的な場所なの。駅からも相当遠くないし、駅前にはスーパーもあるし、まあ見てると、いつ途上にコンビニもあるし、おぉ、なかなかいい、ほんと。本当、群馬初めてかもしれないけど、群馬で僕、群馬県のある場所に行ったのって、これ、2回目かもしれない。そうだね、2回目だ。日光は栃木だからさ、以前も草津温泉以来か。2000年の頃に草津温泉行ったんだよね、その時に。あれ以来だ、あれ以来。あと、群馬は新潟に行く途中で通ったぐらいで、その群馬県のどっかに行こうと思ったのに、今回2回目。初めてに立つよ、群馬。いかにもね、上越線なんかね、新車って話言ったけど、全然ない。この途中で通ったぐらい群馬県内。ほんと。群馬は北朝鮮で有名だったから、多分2000年の頃、ちょうどエビピンで移民した場所だった。2000年。あれから正月午後は、あれ、そうだね、大晦日の夜に、から正月とってあれ。電車乗って、行ったんだよね、あれね。さすが、初めまたの感想温泉ね。さすが、長野原さすが、で、バス乗って、一人で来ました。うん。この海洋本山、ああいった有名な温泉地とかもあってさ、あれ、あの辺でいっぱい、無料もあるし、100円、200円のもあるし、けどそういった手頃な入浴施設いっぱいあるんだもんね。だから別に、スリーで行っても、日帰りでも可能かもしれないし。ああいった入浴施設回って、朝行けるかもしれない。うん。さっきも言って、止まんなかったんだけど、うん。どうするか、すぐ思えて、あれ。どこ来ないの、一人で行っちゃうのも、僕は基本一人でやってんだけど、一人生活なんだよね。次が一番いいや、ほんと。誰かやるし。毎日来るってことは一人じゃないんだからさ、うん。楽しむことはこうやって一人でもいいんですよ。生きてるんだから。もうそう思うんだ。あと、マイケンさんのマイケンと踊れたとあれね、最近休止したっていうのは、ね、あれ、なんだっけ。脈拍が、戦力だったね。うん。あれ、前、ほんと、プロ野球選手がいるよね。今年彼らって、広島からメジャーに行って。あれとなんか関係ある話になって。前選手が、そうでしたね。あれと前田健じゃない名前で。今日前選手はね。名前、偶然に行きながら、なんか関係あるのかなわかんないね。あれ、広島からメジャーに行って今投げてる人。あの前選手の選手の中だったタレントさんも知らなかったんだけど、それ見ながら。あれ、新タグルで知ったこんなタレントいるんだって。で、YouTube 見ると結構夢みたいな、あれ、検索すると。もう、偉いだった、あれ。あの人死んだから、そう思って検索してたんだけど。結構あるね、あれ。結構有名なタレントみたいね。もう全然わかんなかった。やっぱテレビタレントわかんないもん、ラジオっ子だからさ。なんか、大事なもん出ないし。全然わかんないな。ただ、ラジオは出る人わかると思うんだけど、ラジオっ子だから。特にモノマネ系のタレントはさ、テレビが多いからね、飛行機見たら全然わかんないんだよ。最近ショット出の人ってさ、ああ、全然わかんない。興味がないからね、わかしなっちゃさ、検索もしないからさ、わかんない。今回あの人、前田健さんはさ、死んだってことでさ、ああ、ちょっと持って、YouTube で名前出てみてみたい。結構すごいみたいね、あの人ね。そこそこ、
テレビでしたタレントさんみたいね。知らなかったよ。全然知らなかった。でもね、それはいつか死ぬもんだからしょうがないよね。今死んでおめでとうだよ、どんな人間も。そうね。遅から早く命は死ぬ人間、それぞれ高田様だ。その気持ちがあればいいんですよ。死ぬのは悲しいことだけども、仕方がないのではないの。生きてればいつか死ぬ。死に方にね、いろいろあるだろうけどさ。そうだと思うんだ。死んでくれて、死んでおめでとう。死ぬってことは人生を卒業することだからさ。でも卒業する場合、卒業おめでとうって言うでしょ。そんな感じで死んでおめでとう。そうだと思うよ。少しでも遺族の、ね、死を慰める意味にも死んでおめでとうって気持ち、多少気持ちのどっかを持ってるっていうのもいいと思います。死んでおめでとう。死ぬってことは、この人生を卒業したことなんだから。死んでおめでとう。死ぬどうですもんだからさ。まあ、いつらいが一緒、いつらいが一緒にしたら誰も、でも、それでもいつか死ぬんだよ。ね。そうね。死ぬから死ぬんだから。死んでおめでとう。ねえ。でもから嬉しいな。44も言ってくれた。ねえ、あっという間、ねえ。ねえ。本当嬉しい。ねえ。そのことを見てくれたら何とかそういうことがあって。うん。そういうことよ。生きるってこういうこと。うん。死なない限り生きてる、そういうこと。なんか生きるってこういうこともっと分かりやすく、死なない限り生きてるね。死ぬと思わないからさ。自殺も、まあ、タカさんもよく言ってたようにさ、一つの手段としてあってもいいけどさ、僕はそういう手段を選んでないからさ。うん。国民だからさ、ね。自殺しなくていいんですよ、なんか。どんな辛いことも、どうしてこの世の中、この世の中の出来事だからさ、それを思えば、うん。生きてればいろんなことあるの当然だよ、本当、生きてるんだよ。まあ、それは分かんないがさ、まあ、独習力の成果もあるのかもしれないが、いろんな本を読んでればさ、ね、いろいろ考えるんだよ。ね、だから、ある程度、読者はそういうに意味があると思う。もうずっと、中学ぐらいから15の頃はずっと読んできたみたいな文系中心だけどさ、まあ、僕だけ読んできてるって言ったんだけどさ、それでもさ、いろんなこと考えてたからな。うん。ある程度本読めないとさ、何もわかんないまま、何かあった場合さ、ね、バカみたいに一番選ぶとかもうよ、どうしようもなくなってさ、ダメーね、そういうのって。でもだから、意外と高学歴の人でさ、自殺症がするのって、それ多いと思うんだ。10代の頃の独創力が少なくてさ、考えてこなかったからさ、何かあった場合にさ、ね、すぐ死ぬことで考えられない。だからしょうがないんだと思う。うん。大抵のことはしょうがないんですよ。大抵のことはしょうがない。大抵のことはしょうがないんだよ、ほんと。うん。しょうがないです。もう全部どうせ、どうせ生きて死んだよ。あの、今日公明党の、僕の職場の人にさ、総括の人がいてさ、その人に、まあ、行くようにって言って、まあ、仕事なくもったから嫌だったけどさ、しょうがないんだよ、あれ。同じ職場で働いてる人だからさ、うん、僕はもともとね、総括嫌ってっからさ、って、一番僕の9歳からぐらいから、うちの家族一家総出でさ、総括入ってからさ、ね、もうね、まあ、おばあさんがそうだった、おばあさんのこともあって。で、そこでさ、辛い思いしてるんでね、総括、っていうか、もう総括なんか絶対入らないからさ、ね、あの、幼い頃の経験があるんで。でも、女の職場に総括の人がいるからさ、まあ、付き合って、ある程度付き合っていかないとしょうがないけど、で、今日はさ、そんなわけで、その総括系列の公明党の荒川公明党ってところがさ、もうすぐ参院選でしょ。で、その、この、東京の候補者の、フォーラムがあったんで、それ、一緒に、っていうことで言ってみたんだ。ただ、そんなの今日遅かったわけ、あれ。休んでたんだけどさ、うん。そこは昼頃行くってことだったからさ。で、行ってもかって、行き方というのがあったんで、3時過ぎに迎えた。うん。そうありました、ほんと。最後僕、その大した時、僕は9歳、10歳ぐらいかな、小学校半ばぐらい、我が家はね、おばあさんがそうですね、そっちの新人かな新人って感じでさ。それで入ったんだよね。それでいろいろあって嫌なこともあったんだよね。その経験もあるから、絶対もう総会に入りませんから、帰んないからさ。ね。
僕は二十歳で家出たのそれもあるんだ、あれね。でも僕は家出てからさ、おばあさん亡くなったのってさ、やめたみたいだけど、その世の中のさ、今思うと多分あれ、相当のね、集団とか、僕のお母さんそれを言うと誰が作られてるって。ちょっとわかんなかったけど、今思うと、集団ストーカーかなと思うんだ。僕の母親もちょっと違ってるとかあったらさ、それでやめたことでいろいろあったのかなと思って、僕わかんないもん。もう家出ちゃってからさ、その頃は。もう、あの家。うちが我が家がそうそうやめたことって全然わかんないんで、多分いろいろあったかもしれないね。集団ストーカーされてたみたいね。みんな彼女はね、あの、それ、やめた信者が来て、あるみたいなもんね、あるみたいなさ。それだけじゃなくて、いろんなことあったから、もうそうか、もう好きじゃない、違ってますもんね。職場にいたらそうかの人がいて、進められるようにもされたもんって入んだからね、僕はね。あの経験があるんで、幼い頃の人だって、週3、10歳から経験があるんで、もうそうかには入んだよね。でもあれだって、あの頃僕は週3、小学生だからね。自分自身がどうすることができないんだもん。親に嫌われてる存在だからさ。あの頃はそうだった。だからもう帰られなかった。ね。普通に、天皇さんが尊敬しますよ。日本のこの考えといてさ、日本国民は天皇さんのみんな子供だ。あれですごい素晴らしいと思うんだよね。愛情が欲しいと思いました。そう、プラスで僕はその際に、僕なりに考えとして、皇后様は僕らの女ペットと思ってます。まあ、すべての女ペットだからは。すべての女ペット、可愛いよね、女の子はさ。たまらないよね。ああ、たまんねえよ、女の子の子。触りたくなったら我慢してるよ、僕は大丈夫よ、我慢してるから。触っちゃったら大変だよね、実際。触っちゃったら大変だよ。そうなくてさ、腹の中に、ああ、いいなと思ってる。腹の中じゃ何ってか、そういう僕は。かわいいもんね、女の子はおませさんだからさ、かわいいなと思ってる。かわいいよなぁ。お金になれたら、そういう気持ちの発散場所として、必ずみんながそこらに行くんだろうね。でも、ないからいけないの。ソープランが本当お金があったら言って、本当宝くじ当たったら行きたいね。当たるわけないけど、当たってないから。宝くじでさ、幸福当たったら行きたいね、ソープランと。今度僕でもさ、あっこ行けばさ、かわいい女の子の柔の手でさ、洗ってもらったり、しぼいてもらったりできるんだよ。ね、こんな僕でも。リフォームの世界で考えられない。ね、そうよ、ソープランドで、そこまで本当、ある程度お金があったらいいとこだよね。こんな僕でもさ、可愛らしい女の子にさ、可愛らしい手でさ、洗ってもらったりさ、ね。やってもらえないよ、あんな可愛い手で。あんな子がリアルにやってもらえないもんな。これすごいけど、ソープランドは価値あるよね。まさに裸の裸の感じだもん、ソープランドって。お客さんもサービスする、お店側の人もさ、裸だからさ。ねえ、あれって、ねえ。特殊っぽいかな、あれ、いい意味で特殊でいいんだよ。いいと思いながら。あれ、あまり本当に美しく規定するというのがいいよね。完全が多発するというのがわかるような気がするな、僕は。ああいう世界があった方がいいんですよ、本当に。どうでも女の子はね、だからよく言うようにするけど、女性はだってつまんない。でも、四十ぐらい過ぎたあたりから、ほんと、みんな大抵の子は可愛いと思ってきちゃったもんね。ね、みんな、大抵の世の中の子って、そこそこ、ね、家の街中歩いてる子って、僕よりも、同年代が若いからさ、みんな年下なんだよ。そのパフォーマンスみんな可愛くってさ、たまんないんだよね、ほんとに。今の若い10代の女の子がさ、すごいね、今の、まあ、ちょっと前からそうだろうけどさ、30代ぐらいだとおばんとか言ってんだもんな。
まあ、しょうがないんだろうけど、もしかしたらさ、30ぐらいで30代でも40代でもさ、私がいい可愛い子だからさ、僕らに言ったら、僕にとって、ね、すごい可愛いと思うよ。今、40代ぐらいで可愛いもんね、みんなね。うん。ちょっと。可愛いよ。可愛い女の子だね。まあ、自分の顔に、ちょっと、からわかるんだろうけどさ、うん。可愛いよ。可愛いよってさ、思ったらフニフニしたいぐらいみたいな。それぐらいだったら大変だよね、ほんとね。やんないけどね。やんないけど。お可愛いよな、女の子はな。これでいいんですよ。これが生きるってこと。うん、もうないかな。これでないか。今夜もお疲れ様でした。じゃあ、おやすみなさい。また明日。ね、多分明日はそれは分からないと思うよ、あれ。うん。じゃあまた。おやすみなさい。